じゃあごまエビフィレオからいきますうれっえっい,い,いただきますうーんなんか平成バーガーって感じらしいんだけど生まれた時を思い出すねうんまあ無難に美味しいでも俺が食った超うまいハンバーガーを超えてはいない でも中の方にソースがいっぱい入ってんだけど甘い甘くて美味しいソースがいっぱいかかってるところは美味しいわサムライマックに勝てるいやまだ勝てないかなこいつじゃサムライマックの衝撃を超えることはできないな美味しい、うん、次ジューシーシチキンブラックペッパー俺、俺正直これが一番うまいんじゃないかって思ってる ほらもううまそうじゃね普通にブラックチキンペッパー俺正直これが一番期待度高いいただきますうまい今んとこ暫定1位です辛いみんなこれ結構辛め辛めだけどマヨネーズとキャベツで緩和されるからんー全然うまいなんかチキンもザクザク感がすごいあって美味しいよサムライマックは100としてそれ何点んうん 8000ぐらいかなパサパサ感はないシャカチキとかよりも柔らかい鶏肉がもし案件だったら絶対に言えないんだけどあのケンタッキーのバーガーに近いねこれ多分一番うまいと思う俺これが辛いねでも辛いの苦手な人は結構辛いよでもやっぱスパイシーなものって食欲をそそられるから食えば食うほど腹が減るってのが合ってるねうめえぜうーん 一番うまいわ。一番うまい。本気でうまい、これは。あの、チキンにめちゃめちゃ味ついてスパイシーだからくそうまいよ。アリケンの動画で出てきた、エビ天のやつはどうバカ、お前。あれはモスだ。今、マック食ってんだろ。あれはモスの動画だろ、お前。じゃあ、ラスト。卵ダブル、平成バーガー大復活。ブーン、シコン、シコン、スコーン。わー。てれぽんぴ。プロシコン。さあ、三つ目です。ああ、もうこういう。 ううわもういやらしい見てこの横からソースがちょっとはみ出てる感じ分かるじゃあ最後食べていきたいと思いまーすじゃあいただきまーすんん結局この牛肉のパティが一番うめんだよなまあ本当に月見バーガーみたいな ブラックチキンペッパーの衝撃は超えてないな。まあ、これと月見って言われたら月見の方が好きかな。あ、ボトカさん、死ぬぞ、お前。大丈夫です。先月も血糖値をちゃんと測ってきました。大丈夫ですからね。最近はもう、ずーっともうお茶漬けしか食ってないから。大丈夫、ボトカさん。まだ1個目だから、これ。あの、俺、小食なんで、1個しか食べれないんで、はい。ああ、お腹いっぱいになってきちゃった。うん。そんなに、あの、口大きく開けれないから。 うん、全然口開けれるのあやばいパンクズが落ちちゃったうん、うん、口とか全然大きく開かないの ブラックチキンペッパーのほうが好きかなうん1個目…あ先週食べたんだけど正直ブラックチキンペッパーのほうが美味しいどうしようみんな20分しか経ってないどうしよう尺が… <laughs> まあしょうがないよね尺稼がないといけないもんねやっぱあの切り抜きチャンネルやってるからさ 編集者にお金を払うためにもやっぱ尺をいっぱい稼がないといけないわけじゃんお仕事だよねこれはお仕事ならしょうがないいやーあんまりこんな食べないんだけどなあ普段仕事だからうわ働くのきちいあの彦摩呂さんとかもこういう気持ちなんだろうな食べたくない時だってあると思うあの人もでもやっぱ仕事だからあの人も俺も。 ポテ投げ特大としてもあと2000円分もうそんなないよあとはバイスパチキとそんなにないけどねバイテリアキマックでバイテリアキマックあと、まあ、ビッグマックバイ バイビッ,グバックマーガーぐらいうわ仕事きちー働くのきち<安>就ーーー大事なー月。コロナになって飯も食えんのだが、ーーーー見て元気出たよありがとう。ーーーーうーーーーーるーー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 ーいーー、ね